前回のカズクラ。もう12月というわけで、みんなも冬の準備をしている頃だろう。そしてカズクラ人形、これも冬支度をすることにした。そう、サンタさんだ。サンタさんを作ろうと帽子をかぶせることにしてみた。まずは白い輪を一周かけてバランスを見てみる。まずいこれ、完全にハチマキやん。というわけでハチマキ建築に変わってしまった。髪の毛をしっかりと生やすことにして、なおさら和風建築になってしまったのだ。さて本日、村人を救いたい、以上だ。はい、どうもこんばんは、カズクラでございます。近いお顔が、近いお顔がと、はい、パクリ芸人です。というわけでわーいいよ、あいっちゃがりって、もうなんかお手手今合わせてるけど、寿司にいらしたいもんね。あ、誰か寿司にいらしてくれるんかね。知らん間にさ、寿司にいってないかなっていう、ぜひ視聴者さんにお願いしたいわ。カズクラ人形、寿司にいらしてください。許可出てますよって、うん、寿司握らせたらどうですかって言っといてください。何握ってもらうかな。ではマグロが分かりやすいか、ネタ的に。マグロ、サーモンっていうよりサーモンが好きなんやけどさ、寿司握らせてみたいや自分でやった方がいいのかなこれ。ほんで今日ね、指摘結構最近ございまして、村人いないと、ほんと一っ子一人いなくなってしまいました。多分ね、永久的に働いてる野菜取り名人だけじゃないんか。そうだよね。いや問題しかないと思う。こいつの人生野菜で終わるんよ。うおおやーす。あれ誰かいないよね。あれ、お母さんは、お母さんおらんくなってる。あら、旅立ってもうたわ。あらー、どっか行っちゃったねー。まあいずれ見つかるでしょう。今日はですね、村人さんが少ないよと、いうことでですね、なんと今回救出企画でございます。救出企画。ほんで今ね、あのネザーの村人をちょっと今回連れてこようかなと思ってます。ほんで多分ここに戻ってくることになるから、ここら辺に今ちょっと住宅作ってあげるしかないかなってちょっと思ってんだ実は。うん、一旦ね、ベッドをここに置いて、こう村人繁栄ののろしだよね、これ。反撃ののろしを上げていこうと思う。村人がいないいない言われたけども、今からが反撃だ。おー、よし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 。いけるよ、いけるよ。あと、湧き潰しだけは完全にやりたいけどな。湧き潰し。よいしょ。おー、これちょっと湧き潰したろ。村人をここに連れてきて、でここにね、湧かない状態を作ってあげる。それだけ。ちょっと暗くなってるところはもう許さないよ。はい、オーケーだ。というわけで村人救いたいシリーズ参りましょう。これもうちょっと高い位置にあるといいんかもしれんな、そもそもは。ここ入っちゃう、戻ってきちゃうもん。あ、そもそもそっち側に作ったらもっと効率的なんじゃないかこれ。あ、そうしよう、そうしよう。よしよしよし、こっちに作れば大丈夫っていうね。稲葉物置、さあ参ります。おい、ええんじゃないのこれ。ハチコン、ええやんええやん。ほんでこれ、まったくもうあいつたちだな、こんなとこ置いとくの。エンダーマンだわこれ。外から剥がしては置いて、剥がして置いてっていうね。嫌がらせしかしないんだから、あいつらはもう困ったもんだ。行こう、ネザーの世界に。おいーす。村人を救われていたら今日は何にもやらないでおこうと思う。救われてる可能性はあるからねこれ。そこがどうなのか分かんないんだけど、私はとにかく救いたい。はい、というわけでまあ参りましょう。ここをね揃えていきたいから、この上に多分いるんだよね。さあ参ろう。大量にこっちでね保有されてんだよ。かわいそう、襲われてんじゃんこれ。完全に完全にエンダーマンに襲われてんじゃんこれ。おり、村人で離れろ。あー、バカバカ、今やるとこだっちゃじゃねえかこれ。ちょっと待って、村人が近すぎて危険だこれ。心配しかないな。お前たち、お前たち、ちょっと、おーおー、やられてるやられてる。エンダーマンだけがやられてる。危ないなここ。うわ、今日救出作戦で何人か村人を行くかもしれん。
怖いな。行ってくれん。オーケーオッケー。もういない。お村人隠し持ってないだろうなお前。ん、上の世界にいるよなこれ。おお、これでついていける。いる。やだな、近すぎるって。怖っ、怖い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 。おーしよ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 し、危ない危ない危ない。これはっ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 、やってもうた、やってもうた。残ったもんだけでも回復させてあげるから待ってて。あなた繊細だったのね。治癒のスプラッシュポーション持ってくから、なんとなく最善持ってくから、ご家族に申し上げよう。最後まで頑張ったと言ってあげよう。くそー、決めた。お前たちのことを忘れないためにも俺は行く。ん、どこ行ってんのお前ら。あ、いる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 、まだまだいる。待って、どうすればいいんだこれ。回復できた？なんでここたまんのお前らは。とりあえずとりあえず、お前たち相当繊細な可能性が出てきたな。だからこのボート壊すときはすげえ危険っていうことがよく分かったわ。はいはい、怖い怖い。こっちは斧でやった方がいいかな。うっ、でも斧のクリティカル入ると怖っ。おー寝てる、もうなじってるなじってる。モンスターが近くにいるはずないだろこんなところに。カズクラ、よく寝た。もう今回はもう謝罪だわ、本当に申し訳ございませんでした。本当にご家族の方にちゃんと挨拶しよう。今後、我がカズクラ社としては彼らの回復、人命を、優先的に、見ていきたいなと、考えておりますので、とにかくポーションですね、ポーションの製造に努めて救出活動の方を、向かいたいなと私は考えております。回復のポーションの作り方ですね、忘れました。スイカだったような気がします。違ったかな。はい、どうだどうだ、来るか。は、誰、え、誰お前。そめっちゃ高い。なんか、なんでなんでなんで、誰、え、村人全滅っての、え、誰お前。怖い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 、誰かわからん人来ちゃった。あー、パワーアップさせんのは、そっか、あっちか。あ、ここの今、一個パクらせてもらった。これやったと思うやん。合ってる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 。で、こんでいいよね。で、奇妙なポーションにこれ入れて、グロ入れて、これこんで OK だな。ふぅ、こんでパワーアップするんよ、血のポーションがレベル2になったよね。 OKOK、 回復量増えたよ。そういうこと、よかったわ。でもここに1人いて、ではもうちょっと作っていきます。よーし、こんでいいだろう。いやー、これで村人を救い出して、ほんで繁殖できるエリアを確保していきたいなと思います。と、野菜持っていこうか。ここもいい加減仕分け機作れって話になってるこれ。はい、行くぞ。あれ、いなくなってる。さっきのやつが来たんかな。家族をっていう思いでね、こっちのヘイトが溜まって、ほんで攻撃の精度が悪くなってるとか可能性あんな。まあでもとにかく救出に向けて行こうと思う。一旦あれ、2人とも降りてきたら厄介よこれ。うーわ、まただまただまただ。一旦回復、回復したかな。ヘイ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 、大丈夫大丈夫。
おお、あ、痛い痛い、赤くなって赤くなって、危ない危ない、事故起こるよ事故起こるよこれ。はい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 、危ないよ本当に。もうこれさっきちょっとアドバイスになった、当たり判定出すといいんけ、こうすると当たり判定が分かるっていう。だここに殴るとやばいから、ここ、ここ、このギリギリの場所。おい、おお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 おい、これここ目が光ってるみたい、なんか復讐に私は目覚めたって感じ。復讐に目覚めたじゃねえよ。オーケーオーケーオーケー。あ、おい、どこ乗った今、しかも念のため、念のため、アンババ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 ボッポイ、彼の犠牲は無駄じゃなかった、こうやって安全にお届けするから。おお、意外と範囲広いんだな。イエス、あー、まずいパターン。一旦回復を入れてあげて、はい、ほら、いや今当たって、あ、多分上の方に跳ねちゃったのかな、斧ダメージじゃなくてさ。怖いよちょっと。うん、さっきの船に乗ってた村人のことが忘れられんわ、ずっと怖いよ。オーライ、まだ奥で助けを待ってる村人がいる、待っていろ、いた、一旦回復入れよお前たち、よし、これに乗れ、イエス、おーし、順調になってきたぞ。この波に乗り始めた時が一番危ない、本当に慣れてきた頃が一番危ない、運転もそうだ、もう何にしてもビジネスにしてもそう、慣れてきた頃が一番危ない、油断しかないから。 OK、慣れてきた頃が一番危ないって言ったろ、お願い、この上戻ってきて、オッケーオッケー、おー、カズクラ、わわわわ、まさか最後の一人来ました、念には念をだ、よし行こう、行くぞ、今ちょっと、うんって、大丈夫か、よーし、救出完了だこれで、オラたちは帰ってきた、オーケー、いやー、こんで完璧じゃないのこれ。ちょっと一旦呼吸の呼吸、1の方、呼吸してる村人のフーンを聞き分ける。うん、いないいないいない、近くにいないわ、いない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 、あー、いやー、無事村人を救いたいシリーズだったけど救えなかった、村人救えなかったよー、今回残念ながら全てを救うことはできませんでした。お、なんか根付いてない、村人ゴーレム生まれちゃってるし、なんか、あ、村人があっちに帰ってく、あ、マジか、帰ってくわ、帰ってた、帰ってたね、はい、というわけで本日はこんなところで終わりたいなと思います。まあ犠牲は出たんですけども、他の家族だけはね、なんとか助け出すことはできました。ただあのみんなにはね忘れていただきたくないので、いずれ、オラ頑張ります。というわけで本日はこんなところでまたお会いいたしましょう、バイ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 キーン。タイトルはおそらく謝罪です。